皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。突然ですがシュラミちゃん、管理水冷って知ってる？管理水冷って空冷のクーラーより冷えるやつでしょ。ですです。で、その管理水冷なんですが、サイズもいろいろあるんですよね。ほうほう。なので、今回はこちらの 240mm と 360mm の管理水冷の比較と検証をやっていきたいと思います。てかなんで2つも管理水冷があるの？ディープクールさんから強奪しました。強奪って？ということで、今回はこちらの管理水冷のご紹介。開封から中身の確認。各管理水冷の性能検証。そして最後にケースに入れての使用感をやっていきたいと思います。なんでケースがあるのよ。それは、その、まあ、強奪しました。ということで、もしよければ評価、チャンネル登録ご検討よろしくお願いいたします。それでは本編に行ってみましょう。ということで今回の管理水冷についてですが、ディープクールのキャッスル 240EXARGB ホワイトと、キャッスル 360EXARGB ホワイトになります。今回白になるんですが、同製品の黒もありますので、お使いのパソコンに合わせていただければと思います。では外箱なんですが、見た目は再生紙っぽい素材でできております。環境に優しいなんとかしなんですかね。まず 240mm を開封していきましょう。中身はこんな感じです。クーラー本体、120mm ファンが3つ、ネジや取扱説明書が入った箱になります。ではクーラー本体を見ていきましょう。こちらがクーラー本体となります。映像じゃ伝わりにくいけど結構綺麗な白をしてるわね。そうですね、白の発色が強い感じがしますね。こちらのヘッドの部分ですが、合わせ鏡のようなインフィニティミラーデザインとなっております。あんまり映すと映っちゃいけないものまで映りそうで怖いです。ちなみにこちらは開けることも可能となっております。結構カッチリハマってるので開けるには少し力がいると思います。じゃあ私じゃ開けられない。はいはい。ウォーターブロックの大きさは幅 75mm、奥行き 86mm、高さ 71mm になります。ちなみにヘッドだけでなく、このカバーの中も鏡のようになっているので、恐る恐るカメラの方に向けています。ちょっと見にくいですが、こちらにはディープクールのロゴが入っております。続いてラジエーターですが、大きさは全長 282mm、横幅 120mm、厚み 27mm となります。放熱性に大きく影響するラジエーターのフィンは、アルミニウム製になります。このフィンってさ結構すぐ曲がったりしない？ちょっとした力の加減でフィンって曲がっちゃうから扱いが難しいですよね。ただここも白に塗装されているので割と白の強調が強いですよね。ラジエーターにはクーラント圧力を自動調整して液漏れを防ぐアンチリークテクノロジーがついております。ラジエーターの厚みは実測で 27.3mm でした。横幅は 119.5mm でした。それでは続いてヘッド部分を見ていきましょう。シュラララ。ベースプレートは、鏡面仕上げの銅製になります。グリスは塗布済みとなっております。今回はこのグリスをそのまま使用していきたいと思います。ヘッドの部分は横幅 70.44mm でした。縦幅は 77.28mm となります。プレート直に測れてないのでちょっと誤差がありますね。それでは続いて設置していきたいと思います。ファンをネジで留めていきます。すべてが白いのにこのネジだけ黒いんですよね。確かにこのネジも白くした方が綺麗そうね。ではネジ留めしていきます。ということで完成しました。やっぱりネジも白い方が良さそう。確かに白い方が良さそうですね。では 240mm を取り付ける前に 360mm を開封していきたいと思います。 360mm ということで箱の大きさが 240mm より一回り大きいですね。中身はこんな感じですね。中身は先ほどの 240mm とほとんど変わりませんが、ラジエーターが大きくなっているのと 120mm のファンが1つ多くなっております。まあ 240mm から 360mm だと 120mm 分多くなってるから、その分ファンが多くなってるわよね。ですね。あとそれぞれの違いとしては、ホースの長さが違います。 240mm のホースの長さが 380mm で、 360mm のホースの長さが 465mm になります。さてそれではこれから取り付けて実際に挙動も見ていきたいと思います。それではこちらのバックプレートをつけていきます。
こちらの面がインテル用の面になります。そしてこの後ろが AMD 用となります。インテルと AMD でそれぞれ向きが違うのでご注意ください。今回はインテルで検証をしていくのでインテル用を利用していきます。ではこちらのピンを入れていきます。ピンを入れたら黒いカバーを取り付けていきます。こんな感じでくっつけていきます。4箇所付け終わったらこれをマザーボードに取り付けていきます。それではヘッド部分にもマウントをつけていきます。こちらもインテル用と AMD 用と2種類あります。こちらがインテル用なのになりますのでつけていきます。それではこちらをマザーボードに取り付けていきましょう。マザーボードの穴にバックプレートを入れていきます。そしてこのバックプレートに直接ヘッド部分を取り付けていきます。そしたらそれをネジ止めしていきます。これバックプレートから直接取り付けるんですが、バックプレートが固定されていないので、すごい取り付けにくいんですよね。腕が3本欲しくなります。確かにバックプレートはバックプレートで固定しておきたいわね。最後にネジで4箇所しっかり留めていきます。ヘッドをつけたら各種ケーブルをつなげていきます。ファンケーブルはこちらのファンコンに取り付けていきます。電源ケーブルも忘れずにつけましょう。ARGB ケーブルはこちらのコントローラーに取り付けます。最後にファンのコントローラーなんですが、マザーボード直付けタイプと、電源から手動で変更できるタイプと3つ入っております。今回は手動コントローラーでやっていきます。メモリとホースの隙間はこのくらい空いておりました。結構ギリね。ということでこちらが 240mm の検証用になります。では続いて実際に動かしてみましょう。シュラララ。ではまず検証機のご紹介です。検証機のスペックはこんな感じです。てか簡易水冷の白が目立つわね。周りが黒が多いからですね。それでは早速つけてみましょう。スイッチオン。おお、光り方が綺麗ね。ちなみにヘッドの部分ですが、こんな感じで万華鏡みたいに綺麗に光ります。あれ、向きが横向いているけど。はい、こちらは変更することができるんですが、ヘッドの部分を回して外して、こちらのロゴを外していきます。指でやると汚れそうだったから綿棒で引っこ抜いてみます。こんな感じでロゴが外れます。プラスチックの留め具で止まってるだけなので、自分が使用する向きによって合わせて締めれば OK になります。ちなみにこちらは 360mm バージョンになります。さすがに 360mm だとかなり大きいわね。かなり冷えそうですね。では続いてどのくらい冷えるのかも見ていきたいと思います。シネベンチ R15。それではシネベンチを回していきましょう。画面は 360mm 使用時の映像となります。映像としては変わり映えがないので結果はこちら。240mm が 1459cb で最高温度が61度、 360mm が 1445cb で最高温度が65度でした。なんで 360mm の方が温度高いのよ。私もなんでかわからないんですが、何回やっても 240mm を超えることができなかったんですよね。では次、シネベンチ R23。 こちらもやってみました。シネベンチ R23とこっちならスコアも変わってくれると信じて、結果はこちら。240mm が 9235 ポイントの最高温度69度、 360mm が 9291 ポイントの最高温度が73度でした。いやだからなんで 360mm の方が温度高いのよ。おそらく i7-9700K の定格程度では 360mm を使うまでもないってことですね。むしろこれより爆熱な IQ とかを使用する際は 360mm が必要だけど、 9700K より発熱しないものに関しては 240mm でも十分効果が発揮できるということですね。では続いてこちらをケースに入れてみて実測していきたいと思います。シュラララ。今回はこちらのケースに入れて実測も測っていきたいと思います。使用するケースはディープクールのマトレックス 70ADD-RGB3F になります。こちらはボタン一つでフロントカバーが外れたり、側面はネジを外すと斜めに開けるタイプのケースとなります。フロント、サイド、PS 流シュラウド上面には強化ガラスパネルを採用し、ケース内部のドレスアップが可能となっております。
フロントのラジエーターホルダーと PSU シュラウドを着脱式になっております。さっきからシュラウドって自分で言ってて恥ずかしくないの。いや、私の名前を連呼してるわけではありません。冷却ファンはフロント 120×140mm×3、 トップ 120×140mm×3、 リア 120mm×1 まで対応となっております。ラジエーターはフロントとトップが 360×280mm、 リアが 120mm まで対応となっております。なのでかなりいろんなサイズのファンやラジエーターを使用することが可能と思います。そしてこちらのハードディスクマウント部分にネジなどの付属品が入っておりました。あと対応マザーボードは EATX サイズまで対応となっております。有効スペースはグラフィックスカードが全長 380mm、 CPU クーラーが全高 170mm、 電源ユニットが 200mm まで対応となります。では実際に組み込んでいきましょう。まずは電源を入れてネジで止めていきます。続いてマザーボードを入れてネジ止めしていきます。続いてラジエーターをつける前にリアファンが干渉しちゃうので外してラジエーターを取り付けていきます。 240mm だったらリアと干渉はしないので外す必要はありません。こちらもネジ止めしていきます。この後はケーブル類をゴニョゴニョして蓋を閉めてペリペリタイム。ということで完成となりました。おお、かっこいいけど簡易水冷だけが白ってなんか違和感あるわね。確かに。では実際につけてみましょう。シュラララ。ということで完成となりました。今回グラボホルダーもいただいたのでつけてみましたが、最近は大きいグラボも増えたためホルダーがあるとマザーへの負担が減るからいいですよね。でこのグラボ RX6700XT 使ったの？はい、メイン機からグラボを抜いちゃいました。なのでメイン機のグラボがありません。ダメじゃん。で、ケースに入れた状態でシネベンチ R23 を回したところ、結果はこのようになりました。スコアが少し上がったんですが、その分発熱も少し上がりました。やはりオープンフレームとケースに入れるとでだいぶ違ってくるわね。ですね。ちなみにシネベンチ R15 の方はこちらもスコアはあまり変わらないんですが、やはり最高温度はちょっと上がってる感じはありましたね。やはりケースに入れるとね。はい、ということで今回はディープクール3より 240mm と 360mm の簡易水冷をいただいたので、それぞれの検証とついでにケースに入れてみた動画でした。ケースと簡易水冷の色が全然マッチしてないけど、まあ実は当初は黒の簡易水冷をいただく予定だったので。でもこのケースですがかなり静音性も高くて、しばらくこのままサブ危険検証用として使っていこうかなと思っております。ということで今回のまとめはこちら。 i79700K を低角運用なら 240mm でも十分ですね。ここら辺はお手持ちの CPU と相談して決めていただければと思います。ということで今回はここまでになります。てかさ、グラボがこっちに映っちゃってるけど。は、そうでした。こんなうぷ主ですが、よかったら評価、チャンネル登録もご検討よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またね。